こんにちは、ロジャー堀です。またですね、来週の日経平均がどうなるかをですね、考えていきたいと思います。国内ではですね、岸田内閣の改造が行われまして、統一教会のですね、関連でどうしても注目が集まってきていますけれども、要はその岸田内閣がですね、今後どのくらいの、スピードでですね、政策を打つことができるか、これがですね、この内閣のですね、なんて言ったらいいですか、力ですから、この内閣の力、岸田さんの力がですね、今後どの程度ですね、発揮されるのか、これがですね、非常に注目されるところですね。一方でですね、今お盆休み、東京といいますか日本はですね、お盆休みにちょうど入ったところなんですが、株式市場はですね、大きくちょっと動いてきています。ちょっとですね、チャートを見ながらご説明をしたいと思います。デイトレードに興味はありませんか？ LINE から無料で僕が実践しているトレード方法を知れますよ。詳しくは画面右上にあるリンクからどうぞ。こちらがですね、日経平均のチャートなんですが、実は今日ですね、8月12日の金曜日なんですけれども、今までですね、だいたいこの、28,300円、この過去2回のですね、天井のところで揉んでいたのがですね、今日ですね、一気にここを上に抜けてきましたですね。でですね、前回のですね、予想の時に、大体この28,300円の攻防が非常にですね、見頃ですということを申し上げたんですけれども、やはりですね、日本がお盆休みの間にアメリカではですね、消費者物価指数 CPI という指標が発表されました。でこの CPI がですね、数字が弱かったんですね。で予想がですね、大体 8.7 ポイントぐらいだったんですけれども、その前の数字は 9.1 だったんですね。で 9.1 だったんですけど、ちょっと弱まって 8.7 ぐらいかなと思ってたのが 8.5 ポイントだったと。でこうなるとですね、実はインフレ懸念はもう過ぎ去ったんじゃないかなという楽観論がですね、株式市場に一気に広まったんですね。でニューヨーク市場はですね、ドーンと上げました。で今ですね、お盆休みの中で、海外のですね、機関投資家が、東京市場もですね、半ば主導するような状態になっておりますので、東京市場も一気にですね、この今まで揉んできた28,300円、ここを抜けてですね、28,500円台でですね、今日は終わったという形に、なっています。でですね、この動きがですね、実は僕もですね、この CPI が弱いんじゃないかなというのはですね、想像していましたし、でインフレ懸念がですね、これで今アメリカでは後退しているという話はですね、前回もさせていただいた通りなんですが、一点だけ懸念していたのは、この数字が発表になった時にですね、ドルが弱含んでしまうんじゃないかという懸念だったんですね。でせっかくですね、 CPI が低く収まったとしても、ドルが弱まって円高になるとですね、東京市場にはあまりいい影響を及ぼさないです。しかしですね、ドル円はですね、一旦132円を切る動きにまで行ったんですが、今日ですね、日中の間にまだ133円をクリアしてドルは上がってきたんですね。でこの動きを見て日経平均はもうすっかり安心してですね、28,300円を抜いて28,500円までですね、来たと、そんな動きになっています。でこの動きがですね、では来週以降どうなるかということなんですが、実はですね、非常に今水面下で、面白い動きが一つあります。それは何かというとですね、この目先のところはですね、インフレ懸念の後退によってニューヨーク市場が上がる、そしてそれにつられて東京市場も上がってくれるんじゃないかと。しかしですね、秋口になるとですね、アメリカでは中間選挙が行われる。これがですね、バイデンさんの指導力が今一つというこの状況の中で、中間選挙が行われればですね、それがあまりいい結果を呼ばないんじゃないかというですね、形になっていたんですが、実はですね、トランプ元大統領のところに突如ですね、捜査が入ったという動きが実は出ました。でこれがですね、実はなぜ捜査が入ったのか、なぜこのタイミングなのかっていろいろ憶測を呼んでいます。しかしですね、あそうかと、バイデンさんもこれただじゃ起きないなと。でやはりですね、どうしてもバイデン政権は弱い弱いという動きが、
そういうイメージがですね、株式市場ではあるんですが、いや逆になかなかやるじゃないかと、トランプさんに対してですね、ここで牽制したかというですね、そういうような、見方がですね出てきます。でそうなるとですね、バイデン政権意外と安泰かもしれないなと、あるいは、負けるにしてもすんなり負けないなという、そういうですね、株式市場では見方になってきます。そうなるとですね、ニューヨーク市場は、秋口ですね、中間選挙の、懸念でといいますかね、下がるんじゃないかなというふうな懸念があったのが、ちょっとですね今その懸念までもが払拭されつつあると、そんな形になってきています。でそういう動きをですね元に考えますと、東京市場もですね少し強気にですね見といていいんじゃないかなという気が、してきますね。そうするとですね、もう一回こうチャートをよく見ていただきたいんですけれども、この 28,300 円をちょっと抜けたところにですね来ておりますけれども、次のですね目処はじゃあどこかというとですね、もう 29,000 円です。それはですねこの時の高値ですね、時期で言うとですね、ちょうど今年の年初といいますか、昨年の年末ですかね、この大体 29,300 円程度のですね天井があります。でこの 29,300 円っていうのはちょっと細かいですけれども、この 29,000 円、ここのですね、節目までですねとりあえず狙えるような状況ができたということは言えるんじゃないかなと思いますね。でもちろんいろんなことが、まだまだですねこれからあります。で今週、来週ですねはとにかくアメリカの方は主要企業のですね決算発表が相次ぎますので、これによってですねまたどうせ膨られます。しかしですね、主要企業の業績がそれほどですね問題なければ、ニューヨーク市場も堅調でしょうと。そしてですね東京市場の方も、それにつれてですね 29,000 を目指す動きになるんじゃないかなという感じはしますですね。でこの来週1週間という中でですね見ると、29,000円まで一気につけるかどうかちょっと何とも言えませんけれども、29,000円ちょっと手前、28,700円というところはですね十分に狙えるところなんじゃないかなと、そんなふうに思います。またですね、こう小型株と大型株とですね今両方が強くなってくるというですね非常に面白い展開にですねなりつつありますので、皆さん相場の方よく見て、そしてですねできればアメリカの企業のですね業績これも見てですね、あまり大きな悪いサプライズがなければですね強気に考えておいていいんじゃないかなというふうに思いますので、皆さんぜひ株式市場の方にですね注目をしていてください。よろしくお願いいたします。もっと正しくトレードを知りたい、本格的にデイトレードをしてみたい、そんな方のために LINE から無料情報を配信しています。今すぐ知りたい方は画面右上にあるリンクをクリックしてください。詳細はこの動画の概要欄から知れますよ。ぜひこの機会にデイトレードを始めてみてください。デイトレード、コツさえつかめば簡単にできますよ。